久しぶりの魚付き動画ですね。今日はですね、ブダイっていう魚をね、狙っていくんですけども、皆さんブダイって知ってますか？で、結構ね、知らない人もいると思うんですけども、年末にね、よくやってる某サバイバル番組とかね、あれでね、結構ね、よく撮ってますよね。竹安でも釣けるような、まあ、結構ね、イージーな魚ですね。で、大体今潜ってるところは水深8メーターぐらいですかね。画面の真ん中上部あたりにね、ブダイがいます。ヒット。で、穴にね、すごい潜ろうとするんですけど、潜られてしまうと森が紛られちゃうんで、無理やり引き出してますね。めちゃくちゃこっちを見てますね。ねえ、不格好なね、タイだから、ブダイっていう名前がついてるっていう説があるぐらい、ユニークな顔をね、してる魚なんですけども、まあ僕は結構ね、可愛いなと思うんですけど、まあ皆さんどうでしょう。でも愛くるしいよね。で、脳天締めをしていきます。で、脳天締めが終わったら、血抜きをしていくんですけど、よくね、コメント欄でね、血抜きしたらサメが来るんじゃないのってね、来るんですけど、まあ、サメって、魚が暴れてる振動とかでも来るんで、血抜きしなくても、来るときは来るんですよね。だからまあ、魚付きする限り、まあ、サメはね、来ます。はい。なんでね、僕は、どうせ来るんだったらっていうことで、血抜きをしています。はい、それではさばいていきましょうか。どうも、まさるです。今日はね、こちらのブダイっていう魚をさばいていこうかなと思います。こんな感じですね。なかなかね、こんなにね、でかいブダイって見ることなくって、こいつがだいたい51センチぐらいなんですけど、もうなかなかね、でかいです。まあ、こんな見た目でね、もうまずそうに見えるじゃないですか。開けたらね、めっちゃうまいしね、あとね、なんだかのね、炙りとか刺身にしてもね、なかなか美味しいんですよ。じゃあ、ちょっとね、観察してみましょうか。はい、こんな感じですね。で、ちょっとね、まな板汚いですけど、ちょっと僕が、こう真ん中ついちゃって、こっからね、内臓がね、ちょいちょい飛び出てくるっていう感じになっちゃってるんですよ。もう無数の歯が生えててね、もうちょっと集合体恐怖症の人はちょっと厳しいかもしれないんですけど。で、これ噛まれるとね、だいぶやばいんですよ。で、ベロ柔らか。めちゃくちゃ柔らかいぞ、ベロ。ね、鱗がでかいんでね、これまたね、手で剥がしていきます。では、さばいていきましょうか。で、まず鱗を取っていきます。手でいきます、これはもう。結構ね、簡単に、こうやって手でバリバリ取れていきますね。まあ、案外ね、簡単に取れるんですよ。でね、このね、ブダイの鱗がね、唐揚げにしたらね、うまいって言ってる人がいたんで、ちょっとね、これもね、唐揚げにして食べてみようと思います。塩もみしなきゃダメだね、鱗は。ぬるぬるしてるわ。はい、ということでね、鱗落としが終わりました。ではね、こっから、まずね、内臓を見ていきましょうか。ブダイの内臓はね、めっちゃ下痢なんで、皆さんね、心してみてください。じゃあ、こっちから包丁入れていきましょう。おー、出てきたね。そう、これなんですよ。下痢です。うわ、やばいなー。今日もやばい。あ、くっさい。臭いけどね、アイゴと比べたら全然臭くないですよ。あとで、めっちゃ肝臓うまそう。これは絶対美味しいでしょ。助けなきゃ。これは食えるよ。美味しいはず。はい、洗っていきましょう。こっから頭を落としていきましょう。はい、頭が外れました。昨日の夕方に撮ったばっかなんで、多分熟成がね、足りてないんですよ。なんで、今からね、熟成していきましょう。結構ね、硬いっす。はい、では、かかと。ここにね、ちょっと分かりづらいと思うんだけどな、ブダイって歯が2つあるんですよ。ほら、エラの下のところにこうやって歯が、こうやって、すりつぶすようにね、ここら辺にね、こういう歯がついてるんですよ。な、面白いですよね。はい、それではね、3枚におろしていきましょう。腹側からね、包丁入れていきます。
硬て。で、ここから腹骨をね、落としていきます。まずここに包丁を入れて、ちょっとあれですね、ついた後のところが腐ってるんでちょっともったいないんですけど、切り取ります。こうですね、ついた後が結構ね、傷んでるんですよね。やっぱね、身はついたらダメだなって感じなんですけど、まあ、ここはね、多分お腹壊しちゃうんで、まあ、中骨を取った時には一緒に取り除いてあげます。で、こっから、中骨をね、取っていきましょう。はい、で、こっちもね、取ってあげましょう。この辺から始まってるんで、この辺から取ってあげましょう。このね、刺したところがね、傷んでるんで、刺したところもちょっとね、取ってあげます。こんな感じですね。で、内臓をね、匂った時はね、結構やばいかなと思ったんですけど、あの、身はね、全く臭みもなくて、多分ね、これ刺身で食っても美味しいと思うんで、とりあえず、焼き霜と、あとお刺身、あとね、唐揚げでね、食べていこうかなと思います。ではね、今からこのバーナーで炙っていきます。まあ、だいたいね、ホームセンター行けばね、2000から3000ぐらいで売ってるんで、絶対買った方がいいと思う。まあ、魚捌く人はね。で、使った後ね、ここがね、熱くなってて結構危ないんで、こうやって冷ました方が安全です。で、あとは唐揚げにするんで、まあ一口サイズにね、食べやすいように切っていきます。もちろんね、カルパッチョとかね、ああいうおしゃれな料理もね、美味しいは美味しいんですけどね、唐揚げが一番うまいと僕は思っています。っていうかね、ブダイはね、マジで唐揚げで、ニンニクをね、また入れます。はい、生姜で、またね、20分ぐらい漬けていきます。皮付きの方が皮と身の間の旨味とかって美味しいんで、皮付きのまんまやります。で、こちらブダイの鱗です。結構でかいんですよ、こんな感じで。これを素揚げにして食べたら結構美味しいよっていうのをね、言ってる人がいたんで、食べてみようかなと思います。臭そうだったんで、塩もみもね、しました。なんでちょっと綺麗になってます。あの、このまま揚げるとね、さすがに危ないんで、水気を取っていきます。めんどくさいんですけどね、こういう手間をね、惜しむと魚って結局美味しく食べれないんでね。いや、疲れた。結構大変だった。鱗そんなにいっぱい食えるのかな。入れてみましょうか、これ。わ、怖いな。おお、跳ねるね。あ、これまとめて入れても分かれてくれるからいいわ。どんぐらい揚げたらいいんだろう、これ。まあいいでしょう。あ、意外と丸まるんですね。唐揚げも揚げていきましょう。うわ、うまそう。はい、ということでね、完成しました。唐揚げと刺身と焼き霜と、あの、メバルもね、実は取ってたんで、メバルの刺身もありますと、こちら鱗の素揚げ。本当にね、うまいのかなって感じなんですけど、食べてみましょう。まず焼き霜からね、食べていきます。あの、もう塩とかも何もつけずにいきますね。ちょっとだけ磯臭いわ。全然ね、美味しいんですけど、なんかあんま旨味もないですね。あとは刺身もいってみましょう。はい、いただきます。なんか真鯛とか、そんな感じに近い味がします。
メバルもね、いただいてみましょう。あ、メバルうまい。夏場なんでね、油とか乗ってないんですけど、食感が美味しい。うん。結構ね、ねっとりした感じの食感ですね。ではね、唐揚げもね、食べてみましょう。ブダイはね、唐揚げがうまいんですよ。うまい。100点です。なんかね、他の魚と違って、結構ね、食感があるんで、プリプリしてて。で、これがね、結構ね、唐揚げとしてね、すごい合うんですよね。最後。鱗ですね。ちょっと食べてみましょう。味とかはね、一切ない。もう食感を楽しむもんですね。結構美味しいです。何の食感に近いかって言われたら、エビフライの尻尾みたいな感じですね。エビフライの尻尾を無限に食えるみたいな。まあ、酒のつまみとかにしたらね、かなりいいんじゃないでしょうか。僕結構ね、みんな好きな味だと思います。はい。はい、ということでね、まあ、ブダイ。大きいやつになるとね、やっぱりね、ちょっと大味な感じはしました。40センチ前後のブダイの方がね、美味しいかなっていうふうに思いました。それでは。